今日のゲームの舞台はロンバルディア州ミラノにありますジュゼッペメアッツァ、インテルのホームゲームです。収容人数8万のこのスタジアムはインテリスタの熱気に包まれています。この時間はインテル対グレミオ、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。このゲームの入り方は大事になりますよね。立ち上がりでつまずくと露天に回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね。ゲームの序盤見ていきましょう。すぐにチェック、フリーにはさせません。抜けてくる、いや届きません。ビエラから縦へ長いフィード、さあカウンターを仕掛けます。ここでマッチアップ、このボール奪いに行きます。この試合、あの偉大なるクラッキがピッチに立っています。ロナウジーノですよね。今日は彼がボールを持った時には目が離せないですよね。変幻自在のドリブルと意外性抜群のパス、少しこう確立したゴールセンスで相手チームのサポーターも魅了してしまう、まさに正真正銘のスーパースターですからね。そうですね、まさにピッチ上のカーニバルの演出家ですよね。いや、これは楽しみですよね。ここは返す、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。スペースを使う、インターセプト、ネドベド、さあ一気にカウンター、ザカリアからメッシと、これはつながりません。両チームとも立ち上がり様子を伺っているようですけども、どっちが先に仕掛けるかですね。これは笛はありません。ジューベルト・シウバ、ここは読んでいました。さあここでカウンター、この1対1マッチアップ面白いんですけどね。コース開いた、シュート、ゴール、インテル、美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。インテル先制ゴールが決まりました。1対0、先制に成功したので、ここからのプランをどうするかですよね、はい、さらに畳みかけるのか、1回をついてリズムを作っていくのか、時間帯も見ながらの判断が必要ですよね。なるほど。ベッケンバーは、ネドベド、カゼミール、スペースに出す、ビエラ、ネドベド、グライフ、カットに行きます。この辺りの球際は積極的に行ってますよね。メッシ、これは合いません。スルーパスを出すと呼んでいた。いや、少しいい形になりかけたんですけどもね。ジューベルト・シウバ、流れを止めます。飛び出した、デルピエロ、かわした、来た、シュート、決まった、追いついた、グレミオ、いや早かったですね北澤さん。いやすごいな、動きのある展開になりましたよね。これでまた分からなくなりましたよね。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので、奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。ゴール決まった後はやっぱりどこかに隙が出るものなんですけどね。そこを見逃さないでよく決めましたよね。そうですよね。さあ左へ預けて、クライフ、マッチアップのシーン、どうだ、クライフ、いい展開ですね。さあクライフ、ベッケンバウアー、エトーにはエトーのシュート、フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を外れていきました。いい状態でシュートを打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。
繋がりません。ファンダイク、ジュール・クンデ、ここは奪います。スルーパス、さあクライフ振り抜いた。ディフェンス陣の隙を見逃さないいいプレーでした。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。さあここからの展開、ネドベド、マルキーニョス、このボールをカットします。ベッケンバウアーからメッシ、メッシ、ディフェンスこれを読んでいた。エンソ・フェルナンデス、インターセプトを狙う、スペースへ、さあ江藤、メッシに渡る、インテル前半のアディショナルタイム見事なゴール。今のゴールフリーで受けてからの冷静なシュートでした。いやパスからのシュートの流れが、前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。前半を終え2対1。いや北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、凄まじい展開になりましたね。いや盛り上がりましたね。ですが今2-1ですから、次の1点が重要になってきますよ。どちらが決めるかで状況が大きく変わってきますからね。インテルとしてはこのまま引き離したいところでしょうが、失点もありましたからね、まだまだ安心できないところでしょうね。インテル対グレミオ、インテルが2-1とリードして後半に折り返します。後半見ていきましょう。奪います、ロナウジーニョ、ロナウジーニョからメッシ、コースの組み替えも早いですよ。ベッケンバーはこのマッチアップどうなる。ロナウジーニョ、ネドベド、スルーパスを狙う、いいボールでしょ。ネドベドからクライフ、メッシ、グレミオ、カウンターを仕掛けます。ザカリア、ネドベド、ここでマッチアップ、スペースを狙う、これはチャンスだ、シュート、決めた。インテル追加点が決まりました。これで差は2点。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。今日2点目です。さあインテル、リードを2点に広げてリスタート。インテルとしては2点差は非常に大きいですよね。監督もイメージ通りの試合運びじゃないですかね、はい、このままもう1点いきたいですよね。来た、これは自分で行く、ネドベド、先ほどからかなりプレッシャーをかけられていますね。そうですね、どこにいても常にチェックされてしまいますよね。まあ対策としては相手はゾーンの奥が、シュート、セーフ、こぼれます。おっと、もう一度、まだある、ここにはどうだ、ネドベド、エンソ・フェルナンデス、奪いに行きます。さあこのセカンドボール、ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。インテルとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。メッシ、メッシ、上がっていく右サイド、江藤から左サイド、裏へのスルーパス、あいい展開ですね。カゼミ、さあカウンターだ、エンソ・フェルナンデスからメッシ、ベッケンバーはザカリアへ、
これは奪い返します。この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。グレミオンがここでファールを取られます。Sostituzione per l'Inter. Numero 11. 両チームともメンバー交代があるようです。Numero 18. Messi. Numero 22. Lasciano il campo per Viera. Numero 14. Il numero 17. このパス回し。Il numero 13. Il numero 4. Makelele. Inter はまだメンバーチェンジの枠を残している状況です。グレミオ、カウンターを仕掛けていきます。ザカリア。バレージ裏を狙う。いいボール入りますよ。メッシへのボール、もういいですね。裏のスペースを狙う。さあカウンタースピードを上げたいところ。フリット、フリットからエンバペ、仕掛けるタイミングを図る。さあどうだ。さあフリット、シュート、セーフのセーブ、こぼれた。さあカウンターのチャンスになります。フリットからエンバペ、ビニシウス、ここは対応します。ワンビサカからフリット、ワンビサカ、もういい形ですよ。シュート、セーフ。ネイマール、このボール奪いに行きます。ベッケンバーはバレージへ、ザカリアからソン・フンミン、フリット、カゼミール、ネイマール、メッシ、インターセプトを狙う。マケレレ、フリット、パスでつないで攻め込んでいきます。マルキーニョス、カットに行きます。裏へ届くか、これはクリア。ここは競り勝ちます。応援からヴィニシウス、来たチャンスだ。いやー、これは見事に相手カウンターを阻止しましたよね。危ないシーンでしたよね。ここを止められたのは大きいですよね。このパスシュート、決めた、グレミオ。後半残りわずかです。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。Sostituzione per l'Inter. Numero 6. Viene sostituito. 両チーム同じタイミングで動いてきます。Attenzione. さあグレミオ、もう1点いけるか。あと1点ですからね。ここからは全員で行くしかないですよね。そうですね。さあビニシウス。ビニシウス。さあ笛が鳴りました。3対2。インテル、両者の意地がぶつかり合う好ゲーム、ワンゴールが勝敗を分けました。